先月、部落解放同盟全国連合会、略称全国連から公開質問状が来て、それに回答したっていう動画を公開したんですけども、また公開質問状が来ましたね。今度は12月14日付です。なんか公開質問状が来るペースが上がってます。でね、もう動画の最初でもう言いたいんだけども、この団体はね、東大阪市から、29,918,300円、まあおおよそね3000万円もらってるんですよ、税金を原資としたお金を。まあいろんなことがあって、でこのこと東大阪市の人もあんま知らないと思うから、こういう団体に3000万円税金から渡ってるっていうことをまずねこれ押さえておいていただきたい。あと全国連っていう団体をブラック解放同盟と混同してる人が多いので、これも最初に説明しときますけども、これは解放同盟とは別団体です。東大阪市の荒本っていうところに解放同盟の支部があったんですけども、内部抗争で分裂したんですね。で中央本部から弾かれて非主流派になった人たちが、ブラック解放同盟全国連合会っていうなんか偉い大風呂敷広げた名前を名乗ってるんです。だから全国連っていうのはあくまで別団体。で以上のことを踏まえて、公開質問状を答えていきます。それで、まあ、内容は、おおむねこの、宮部の自分は部落民だっていうことについて、それは嘘だから撤回しろ、謝罪しろっていう話なんですね。まあ、とにかくね、その、部落民だっていうことにやたらこだわってるんですね、この団体は。で、宮部は部落民とする3つの根拠がデタラメであることを認めよう。1つは下アジノの番地について、下アジノ415番地の1は、これは、下アジノの本村であって、A 地区内、 A 地区っていうのはこれ赤池っていう意味ですね、一般地区だっていうふうにですね、認めろっていうふうに書いてあるんだけども、この質問状の中でね、なんか得意げに、童話事情の時は大技小技単位で地区指定をやったとか書いてあるんだけども、鳥取市はやってないんですよ、平成8年までは。で平成8年にその地区を区切ったんですね。だけど旧鳥取市っていうのはね、いい加減だったんで、俗人主義的にやってたんですよ。だから駅前の土地なんかでも部落の住民が持ってるから、童話原名の対象にしたりとかやってたんで、その地区指定っていうのがあんまし意味ないしね。で今はもうその童話事業終わったんで、そういう資料破棄されちゃってるので、どこが部落かっていうのもね、もうそのこの区分の範囲が分かんなくなってるんですよ、完全にね。でなおかつその童話地区指定っていうのは下アジノっていう名前でやってるので、もうその下アジノって言ったら部落ってことになっちゃってるわけです、鳥取市だと。で一般地区だの赤池だの言うけども、その赤池なんて大正時代の名前だからね、もう戦後なんかずーっと使われてないから、じゃあどの範囲が赤池だなんて分かんないし、で昔の地図なんかとね照合してもね、相当その童話地区っていうか改良住宅の場所とか結構ね昔の赤池の範囲から相当はみ出してますよ、うん。だからその下アジノ415番地が本村で一般地区だとか言われてもね、そんなこと言っても意味ないし、とにかくその童話地区だって言って鳥取市が指定してるんだから、下アジノで文句がありゃ本当に鳥取市に言えっていうことですよ。一般地区であることを認めてて、そんなこと僕は認められるわけないじゃないですか。別に僕はそんなね、部落はどこかって決めたわけじゃないし、童話地区はどこかって決めたわけじゃないんだからね。で、はぐらかしてるけども、そのどこは部落だとか言って、そうやって言えるような人間が地元にいるんだったら、そいつ出してこいっていうことですよ。もうその人がそのね、部落差別を元凶っていうことになるんだから、その誰が部落でどこが部落かとか言って決められるって言うんだったら。ということで、これに対しては別に嘘でもないし、謝罪する必要なんて全くないですね。であと、屠殺業ということについてですね、うちの実家が屠殺業っていうのは、これは、ね、ジビエだから、屠殺業じゃないみたいなことを言ってるんですよ。屠殺業じゃなく、ジビエであると。ね、これも、嘘を認めて謝罪しろって言うけど、じゃジビエって言うんならね、片岡秋内副委員長、解放同盟の、あの人の実家も肉屋なんだけども、あそこだって特殊珍肉って言ってね、ジビエ扱ってるんですよ。だからジビエ扱ってたら屠殺業じゃないのと。じゃあ、特殊珍肉扱ってる、片岡さんの実家のもう、屠殺業じゃないっていうことになるんですかね。だから、なんか後付けでね、ジビエだったら違うとか、なんかそういうことをね、言ってね、へりくつこねてるけども、これも、いや、嘘っていうのもね、うん、何を根拠に言ってるんですかと、れっきと保健所に登録してありますよと。うん。だから、もちろん撤回する必要もないし、謝罪もしませんということです。で、3、童話対策の土地。
海洋事業について、部落に隣接する一般地区の土地でも童話対策事業の対象になることが常識であることはすでに述べたっていうけどね、だから鳥取市はだからね、その隣接も何も関係なくてね、駅前だろうとね、童話減免してたような自治体なんですよ、その。で、その、とにかくね、その、部落であろうとなかろうとね、その改良事業の対象になったんだから、だからその所有者の宮部は部落民だっていうことで鳥取市が認めたわけじゃないですか、ということは。うん、だから別に、僕も部落民だっていうことも間違いないですよね。ということで、これも撤回する必要もないですね。宮部は下味野でも部落民宣言をどう受け止めたのか。自分は部落民だというのなら、宮部自身は部落民宣言をしようと誘われたことがあるのか、こんなもん誘われたことはないです。誘われてもあんなもんやるわけないじゃないですか。宮部自身は部落差別を受けた経験があるのか、だから今もう裁判所からね、この自分のアイデンティティであるところのこの部落についてのね、研究をしようとしたらもう弾圧されてるんですよね。もうこんなもん差別以上の何者でもないでしょ。で、部落の親は自分が部落民だと言ってるのか、部落民だとは言ってないですね。というか、その、自分で言うからわかるんじゃないかとか、まあそういう感じですよね、その、そんなもん自分で言わなきゃわからないことだろうと。宮部は親から部落民だと教わったことがあるのか、答えは、まあ親に限らずね、とにかく下地 の住民だって言ったらなんか部落民だってことになりますよ、鳥取市だと。うん。だって、下味野で童話畜指定してるんだから、だから部落民なんじゃないですか、知らないけども。神奈川県の原告の本籍地の転籍について、宮部は解放同盟が戸籍や住民票を根拠にしていることを逆手にとって、それなら戸籍や住民票を移動すれば誰でも部落民になれると言って、うんぬん、なるほど。で、差別者としての悪度さを典型的に示すのであると。ね。まあ、これも、ブラック民であると嘘を撤回して謝罪したらどうなのかっていうことなんだけども、だから文句があるんだったら解放同盟の中央本部とね、あとは東京地裁に行ってほしいと。なんなら東京地裁で訴訟参加したらいいんじゃないですか、全国連さんが。だから東京地裁は、その、本籍地だとか住所を基準に、これは差別される人だからって言って一人一人認定したわけじゃないですか。だから言ってみれば裁判所がその本籍地がその差別されるかどうか、部落民かどうかの基準だっていうふうに言ってるわけですよ。ね。まあ確定判決じゃないけども。で、この部落差別っていうのはね、権力が作ったもんです、ものなんです、権力側が。で、もうむちゃくちゃ権力側であるところのね、あの裁判所がそうやって認定したんだから、これは間違いなく部落民じゃないですか。だから文句があったらそれはね、権力者である東京地裁に行ったらどうですか？だからそのために訴訟参加するっていうのはどうなんでしょうかね？で、法廷でいろいろそのこの手紙で書いてあるようなことをね、裁判官に向かって主張したらいいんじゃないですか？僕は大歓迎ですよ。その本籍地でね、部落かどうか判断するっていうのはこれは間違いだ、嘘だって言ってね、ぜひ裁判官に行っていただきたいと思います。で、部落民と主張するふざけた動機について、まあ私がツイッターとかその辺でいろいろ言ってることについて、ブラックミンかどうか、本当かどうかはご想像に任せます。半分皮肉が入ってるのはどのような意味か。まあそれは具体的にはね、その皮肉っていうのはやっぱ解放運動とか、この童話事情に対する皮肉ですよね。差別なくそうって言ってるのにね、こうやってブラックミンかどうかっていうことを認定しなければ成り立たないっていうのがもう矛盾してるじゃないですか。それは。やってること江戸幕府と変わらないでしょ。それで差別をなくそうっていう取り組みをするんだったら、その誰が部落民かなんていうことをね、その認定したりとかですね、なんか講演会で自分部落出身とかそんなことを主張しなくてもね、通用するような活動をやればいいわけじゃないですか。だけど、結局、そうやって誰が部落民かっていうことを認定しないと成り立たないようなことをやってるっていうのが完全に矛盾してるよっていう意味で、皮肉が入ってるわけです。はい。で、宮部は次にアイヌになるのが答えよ。あのね、北海道だと、アイヌ地区っていうのがあって、そこで実際固定資産税減免っていうのがされてたんですね。で、そういうのがね、この本州にも広がって、どこでもアイヌって言えばやれるぞっていう話になるんだったら、僕はもうぜひアイヌになりたいと思うんだけども、まあそういうことをやるやついるだろうっていうことが多分ね、これは国家権力にもね、多分もう見透かされてしまったので、ちょっとね、これはできなくなりそうな感じですね。というのが答えです。
部落所在地を垂れ流すことの犯罪性、ここにあれこれ書いてる、書いてあるんですよね。その、宮部がやってることは金儲けだとかね。自分たちの絶権投稿は、その、部落差別を受ける者の自覚と差別を戦う主体を作り上げるどうのこうのって書いてあるんですよ。もうこの辺りはね、もう質問っていうよりね、自分たちの主張というか意見ですよね。まあこれについてはね、いや、だから、まあ、中央本部なんかもやってるけど、自分たちのやってることはあくまでいいんだなっていう話ですよね。で、金儲けにしてもね、さっき言った通り、じゃあ自分たちが税金からね、3000万円もらうのは、それはどうなんだと。自転車金儲けって言っても、そんな税金からね、強制的にお金取ったりしてないですからね。皆さんこう、進んでお金出したりとか、まあ、広告費だったりするんで、別に誰かから強制的にお金を分取ったりっていうことやってないわけですよ。だけど、全国連は税金を原資とするね、この権力が人から強制的に集めたお金を3000万受け取ってるんですよ。まあ、受け取ったのが、まあ、とにかくそういう合意を東大阪市としてるんだから、だからおかしいんじゃないかな。自分たちのやってることは、その人にね、金儲けだとか言ってね、非難するような資格ないと思うんだけども。別に金儲けすること自体は別に悪くないでしょ、それは。別に進んでお金出してもらうならね。だけど、全国連は、その進んで出してもらったお金じゃなくて、強制的に集めた税金を受け取ってるわけですよ、3000万円。ね。だからそういう人たちがこんなことを言いますかっていうふうに正直思います。はい。ということで、このことについて、回答しておくことにいたします。